ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。つべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は、私は、僕は、僕はこんな顔をして。そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなことなければいいよ。サボってんじゃないの？やっとついてねえな。あんなことちゃったんだ。その後またすぐ大変仕事。どうします？これも事件。僕はこのバスに乗って、散歩するために水蓮公園へ行こうとしているんだ。次で降りなきゃ。地震？強い揺れだって。
僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。名前は言えるか？とにかく早くバスから離れろ！強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。
このままじゃ私学校に戻れない。あのすみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか？落ち着いてください。何があったんですか？すみません、私この近くにある翡翠学院高校の教授で比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。喜んで探します。ありがとうございます。よろしくお願いします。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。以上倒れないんだ。おい、そこの兄ちゃん。怪しいやつだ。悪いな、人を探してる。この辺りで俺くらいの背丈、顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった？今そこを走っていきましたよ。チッ、逃げ足早いやつだ。崩れてもおかしくないな。な、だってさ、初めてよ。分かる範囲で教えてください。今外を見てきたけどビルが…電話は繋がらないわね。もうすぐ出られますよ。頑張って。助けて。おや、大きな地震でしたな。
こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。そうですよ、大きな地震が起きてるのに。確かに、こんな時に私は公園でぼーっとしている。全く緊張感がない。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て僕は、給料どうやって工面するつもりだろうか。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。身を守ってください。ここからは、どうしよう。エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちになんかよ。先生が待ってる。一緒に避難するんだ。は？先生？何言ってんのあんた。秀美さん、比嘉先生よ。今年入ってこられた。ああ、新人の比嘉ですね。あいつまた私たちを連れ戻しに来てたんですね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。
イナを探しに倉庫に行った時は確かに持ってたんだけど、鍵。どこで落としたのかしら。そうですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのかわからなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いろいろ大変だけど、お互い頑張りましょうよ。そうですね、頑張ります。さっき見つけたのは二人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。
延期だってさ。初めてよ。こんな時に面接が延期だなんて。母さん、ごめんよ。君も面接ですか？いや、たまたま通りかかったから寄ってみただけだよ。そうですか。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか。なんとか旅費を作ってここまで来たのに。僕は地方からこの会社を受けに来たんです。うちはあまり経済的に余裕がないから、お金を貯めて志望もこの会社一社に絞り込んで、ようやく三次面接にたどり着いたんです。それなのに今日に限って地震が発生して面接が延期になるなんて。もう一度ここに来るための旅費を作れるだろうか。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんな彼の姿を見て僕は、ついてない奴は何をやってもダメだよな。すごく揺れたね。地震のせいで面接は延期だってさ。分かる範囲で教えてください。まったく、どうなってもらいたいんですけど。今日の面接は延期となっております。今ちょっと見てきたけど、ビルが倒れてすごかったよ。面接始まったんだよ。